なので無理のない範囲で足首を回したり足の指を曲げたり伸ばしたりしてください。腫れが引いて骨がついてきたら少しずつ体重をかけていって本格的なリハビリに移りましょう。スネ夫さん、プリン買ってきました。ありがとう。もうリハビリ始まるんですね。うん、冷蔵庫に入れときますね。うちちょくちょく実家から米や野菜が送られてくるんで冷蔵庫がすぐいっぱいになっちゃうんですよ。こないだも。ちょっと外に出ませんか。私でよければ吐き出してください。私が全部受け止めますから。もうどうでもいい。留学とかメキシコとか、俺自分はもっと強いと思ってた。諦めないでください。リハビリ頑張って。頑張って、それでもダメだったらどうすんだよ。俺何にも分かってなかった。欲しいものに手を伸ばすのがどれだけ怖いことか。私スネ夫さんが好きです。留学するから彼女はいらないって思ってるの分かってたけど諦められなくてどうしようもなくて、どうしようもなく好きなんです。でこうなるの。お前、俺分かってるんで、ごめんとかありがとうとかいらないんで。男の前でうじうじ泣く女嫌いなんで。でも言えてよかった。そろそろ戻りますか。